こんにちは、えっちゃんです。今回は先日ね、声だけ、動画に出てくれたお母さんに日頃の感謝を込めてプレゼントを買っていきたいと思います。いやでもね、なんとなくね、ふわっとは欲しいもの聞いてたんだけど、どうかな、ちょっと悩みつつ、いろいろねプレゼントを選んでいきたいと思います。ということで、私のね地元柏駅の前にあるビッグカメラさんにやってきました。じゃあ早速ちょっとプレゼント買いに行きましょうか。来たんだけど、なんか可愛いキャラいるんだけど、地元愛強いからこのキャラおしめにしそう。まあね、早速ね、中入りましょう。ではまずはお母さんがなんかね、最近欲しいなって言ってたのが、巻き巻きドライヤー、なんか多分カールをつけられるドライヤーが欲しいってことなんだと思うんですけど、それをちょっと探していきたいと思います。美顔器とかのとこにいるから、あ、すいません、巻き巻きドライヤーみたいなやつを今探していて、どちらにありますかね。はい、あ、こんな近くにあ、きっとこれだな、多分これこういうことなんだと思うんですけど、うわどうしよう、なんか一番人気なやつとかってどれですかね。一番人気があるものですと、そのカールができるものですと、はい、あ、色違い、色違いでアタッチメントが付属で付いてるもので、はい、こちらの商品、これにしようかな。ちょっとやっぱお母さんも60目前なんで、ちょっとね、ボリュームをやるのが絶対喜ぶでしょ。じゃあこれちょっと一旦レジに置いといていただいて、もうちょっとなんか健康家電っていうんですか、健康グッズ系とかもありますか。はい、ございます。じゃあちょっと案内していただいてもいいでしょうか。はい、じゃあマッサージをしていただくことができるようになってまして、はい、おすすめの商品がこちらのパナソニックから出てる、もう全然どうやって使うのか全然わからない。シャンプーとかしながら使っていただくものになるんですけども、なんだこれあーでもなんか気持ちよさそう。なんです、ちょっとじゃあ一旦保留、これ候補にします。もうちょっとだけ見てみます。ありがとうございます。今のがこちらのレクリフレという空気が入るようなものになるんですけど、ちょっとなんかどれぐらいの強さまで出るかとか、なんか試せたりできたりしますか。はい、じゃあちょっとやってみないとさ、足が疲れたとかじゃなくて、ちょっとやってみないと分かんないからさ、やっぱ良さが。ちょっとスタート。私マッサージ好きだからここにずっと痛くなっちゃうんですけど、うわー今日にしたらやばい今日強いな。今回はこっちのヘッドマッサージャーの方にしたいと思います。これちょっとじゃあ在庫あるかちょっと見てもらっていいでしょうか。はい、お待ちください。やばいぞこれは、天に召される、気持ちよすぎて。ちょっとこれやばい、すいません、財布忘れました。ちょっと今日はペイペイ使えるみたいなんで、せっかくなんでちょっとペイペイを使って払っていきたいと思います。最近ね、100億円キャンペーンとかさ、話題だったから、多分ね入ってます。読み取れました。ここに金額を入れればいいんですね。これで支払いしていきたいと思います。ペイペイ、はい、できました。はい、ありがとうございます。あれ、おめでとうございます。1000円相当のペイペイ残高をゲット。これ多分第2弾100億円キャンペーンのやつだと思います。ついてる。これで支払いは完了したってことですかね。そうですね、詳細を見る。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お買い上げありがとうございます。はい、ということでプレゼント無事買えました。いやなんか無料でさ、ペイペイのアプリね入れられるから入れてみたんだけど、今日1日これで過ごせちゃうかもしれない。まあ、ちょっとね疲れたんでカフェにでも移動したいと思います。はい、ということでなんかねちょっと隠れ家的なカフェを見つけたので、こちらの夜カフェフロッシュさんというところに行ってみたいと思います。こんにちは。
お待たせしました。ガパオライスになります。わーすごい、ありがとうございます。おっきい、いただきます。はい、いやカフェまでペイペイで支払い済んじゃった。そろそろお母さんと待ち合わせの夕食の場所にタクシーで移動してお母さんにプレゼント渡していきたいと思います。お母さん、あ、はい、ごめんね、はい、あ、上着扱い、何食べる、何があるの、なんかね、トマトすき焼き鍋とかあるけど、ちょっと冒険だね。冒険、あの普通のは多分この和牛だしとか極みだしとか、普通がいいな、普通がいい、あ、じゃあでも2個選べるんだよね、確か、うん、あ、違うのか、和牛だしと、和牛だし、はい、トマトすき焼き鍋、トマトすき焼き鍋、はい、失礼いたします。あ、来た来た、トマト入ってる、トマトだ、本当に黒毛和牛、ちょっと YouTuber していいですか、はい、霜降り見てこれ、超霜降り、やばい、うん、柔らかい美味しそうに食べるねうん、美味しい美味しい、すごい美味しい、まあ、ご飯もいいんだけど、うん、プレゼントも用意したの、プレゼント、ちょっと待ってね、ごめん、何、じゃあちょっと目つぶって、手伸ばして、重いよ、ちゃんと持ってね、持ったよ、はい、どうぞ、1個目、おお、これ欲しかったやつ、欲しかったやつ、欲しかったやつ、よかったー、うん、ナノケア、あー、いいやつやん、くるくるドライヤー、これ、そうそう、欲しかったので、なんかストレートとかもできるって、うん、で、それだけじゃなくてもう1個あるの、まだあるの、次、もうちょっと重い、え、もうちょっと重い、もうちょっと重い、一緒、でもちっちゃい、頭皮、あこれから大事、うん、これから大事、これでこれからの髪の毛の課題も解決されるであろう、両方とも髪の毛系になっちゃった、うん、いやこれ欲しかったやつだし、ありがとう、よかった、ちょうどよかったわ、あのね、でもね、今日実は私、うん、財布をね、忘れて過ごしてるんだよ、え、どうやって今までどうしてたのおか、え、どうした、それね、買うときにあのペイペイっていうやつがあって、あのスマホにアプリ入れられるから、だからレジでペイペイっていうアプリで買ったんだけど、え、それって大丈夫な、セキュリティとか、セキュリティはね、実はちゃんとしてて、クレジットカードとかってさ、やっぱ財布から落としたりとかさ、うん、したらもう危ないじゃん、うん、もう悪用されちゃうじゃん、うん、だけどスマホ自体にロックかけられるから、じゃあスマホ通しても平均お金は取られない、そうそうそう、え、使いすぎちゃうと思うじゃん、うん、そうね、使いすぎちゃうかなっていうのも心配だったんだけど、利用履歴みたいなのとかなんか結構管理できて、今日はだからスマホ1個で生きてる、財布なしで、財布なし、あら、やばいよねそれはすごい便利なものができてるんだ、今日もここの支払いはペイペイでやってみよう、ないんだもんね、ええ、うん、そうなんです、え、じゃあお寿司食べてみようかな、贅沢これでお願いします、ペイペイで、はい、ありがとうございます、美味しかったです、はい、ごちそうさまです、ありがとうございます、ということで今回は、まあ、お母さんにね、いろいろプレゼントをしたりご飯をしたりして、感謝の気持ちを伝えることができたかなと思います。今日1日ペイペイで全部ね過ごしてみたんですけど、支払いも思ったよりスムーズで、最大 20% 戻ってくるっていうキャンペーンや、やたら当たくじっていう、10回に1回の確率で1000円相当が戻ってくるキャンペーンとかもやってるみたいなので、皆さんもぜひこれを機会に使ってみてください。期間は5月の31日までなので、皆さんね、急いでペイペイダウンロードまずはねしてみてください。気になった方は概要欄にも詳細があるので、そちらをチェックしてみてください。それではこの動画が面白かった、えっちゃんのママ喜んでくれてよかったと思ったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。